勇者、お前に GPS をつけさせてもらった。マップ画面を見ればお前の行動は手に取るようにわかる。まだチュートリアルステージもある。行動がわかる勇者など赤子同然。すぐにこの世界を我が物としてくれるわ。魔王様が全ての支配者になる日も近いですわ。さあ勇者、この道中もがき苦しみ永遠の絶望を味わうとよい。ん？なんでこんな一歩ずつ丁寧に歩いているんだ。世界の危機が迫ってるんだぞ。と思ったら高速で端っこを回り出しましたわ。と思ったらピタッと止まったぞ。と思ったらまた高速で端っこを回り出しましたわ。なんですのこの勇者、キレも狂ったんじゃありませんの。ああ壁を抜けたぞ。この勇者バグ使いですわ。そして隠しアイテムのレベルアップの結晶を入手してる。めっちゃ入手してる。お前こんなたくさん置いたのか。いえ確かに一つしか置いておりません。そもそもこの世界にこんなにたくさん結晶があるはずがありませんわ。あーこれもバグかい。あー最強アイテムとなる鈴木とハヒラルの盾も入手してやがりますわ。さっきまで木の枝しか持ってなかったのに。その担当魔王様でしたわよね。何超序盤で手に入るようなところに設置してますの。このバカのなし給料上げるな。いや違う違う、あそこはステージ8。ちゃんと我々がいるラストステージ1個手前に配置したから。え待って、ラストステージ1個前ってことはラストステージのここまでもうすぐじゃねえか。やばいですわ。何も準備してないですわ。あーやばい。勇者たちも目の前まで来てるし、バグで仲間増やしてる。バグ多すぎなのこのゲーム。デバッグサボるな開発陣。どうしよう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 、死にたい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 。こうなりゃ数ですわ。数勇者を圧倒するんですわ。そう部下たち総員突撃だ。わあ全員殺された。クリア後に取得できる魔法使いやがって。全員武装みたく一気当選してんじゃねえですわ。どうする俺どうする。もう来ない、死ぬしかないや。私たちならできますわ。やつらを倒せますわ。そうだ俺は魔王だ。誰が何と言おうと魔王なんだ。絶対に勝てる。そうですわ。落ち着いて堂々と。そろそろ勇者が来ますわよ。ようこそ我が魔王城。私がこの世界。誰もいませんわよ。バカな、確かに勇者はそこまで。